はい、どうも、皆さん、こんにちは、光栄でございます。ということで、今日はこちら！はい、じゃじゃん！こちらね、アニメートで購入してきたのでね、早速こちらの方を今回もね、ご紹介していきたいと思います。いやー、ついにね、購入しちゃいましたよ。ということで、今回購入したのはこちらでございます。じゃじゃん！こちらでございますね。こちらはですね、セイントスノーのファーストシングル、ダズリングホワイトタウンでございます。こちらはですね、まあ、その名の通り、セイントスノーのですね、まあ、ファーストシングルということで、セイントスノーのね、まあ、セイントスノー自体はね、こう、ラブライブサンシャインのね、まあ、アクアのライバルユニットとしてね、まあ、ライバルであり仲間であるという、まあ、立場でね、活動してきたわけですけども、まあ、セイントスノーはね、まあ、サンシャインでは主人公ではないんですけども、まあ、ただね、アクアと同じぐらい結構人気が高くてね、まあ、今回ね、まあ、ファーストシングルを出したということで、いや、これはね、僕ね、視聴動画も見たんですけどね、かなりやっぱりね、曲調はすごい良くて、結構この曲自体もね、好評らしいので、これはね、ちょっとね、CD 聴くの楽しみでございます。まあ、あとね、映像もね、あるのでね、PV も見るのも楽しみでございます。まあ、今回ですね、僕はね、こちらの DVD 版購入したわけですけどもね、ブルーレイ版もありますけども、こちらですね、DVD 版の方はですね、のお値段が3300円、いたしました。まあ、あとね、こちらのね、セイントスノーのシングルの方にはね、ファーストライブ。セイントスノーのですね、ファーストギグ。セイントスノーの単独ライブですよ、皆さんね。セイントスノーだけのライブということでね、まあライブっていうかギグなんで、まあ演奏といったところでしょうけども。まあそんなね、横浜と札幌で行われるね、予定の、ファーストギグのね、まあ最速先行権も入ってるということで、こちらね、ちょっと楽しみでございます。ではですね、じゃあ早速ね、こちらのセイントスノーのね、ダズリングホワイトタウン開けていきたいと思います。そう。で、今回ですね、一応特典もね、ついてまして、そう、店舗特典がですね、今回ミニスタンディということで、まあ、ミニスタンディというかね、結構こう、大きめのサイズの、スタンディ、しかも書き下ろしのイラスト、まあ、私服のイラストなんですけども、こちらがですね、まあ、2種類、まあ、どちらかが入って、まあ、セイラさんかリアちゃんかのどちらかが入ってるということでね、まあ、僕ね、ちょっとね、まだね、これ、お店でね、こう、裏返しにされてね、まだ見てないので、ちょっとね、こちらね、見ていきたいと思います。果たして、誰が入っているのか。せーの、ほお、リアちゃん来た。来ましたね。てか、やっぱ大きいですね。すごいいい作りしてる。本当にね、マジで、大きいです。はい。しかも絵もすごい綺麗だし。いやー、来てくれた。ありがとうございます。リアちゃん欲しかったんでね。はい、ということでですね、じゃあ早速ね、こちらのね、ダズリングホワイトタウン開けていきたいと思います。はい、ということでですね、じゃあ早速ね、こちらのダズリングホワイトタウン詳しく見ていきたいと思いますけども、いや、これね、こちらね、イラストもね、いいですよね、なかなかね、これね、もうこのね、セイントスノーらしさが出てるというかね、もうめちゃくちゃかっこいいっすよね。はい。で、これね、後ろにこうバイクが、まあありますけども、まあね、これ PV の中でも出てきましたけどね、バイクをこうめっちゃね、グラングランつってね、こう走らせてるっていうね、かっこいいシーンが映ってましたけども、やっぱこうワイルドなね、一面もあるということでね。で、しかもこれたまたまなのか、8月19日、こちらはね、まあダズリングホワイトタウン発売日なんですけども、8月19日ということでね、バイクの日ということで、819なんでね、バイクの日ということで、これは偶然なんですかね、バイクがあるから、どうなんでしょうか。まあこれね、キャストさんも言ってましたけどね、バイクの日だ、つってね。はい。で、まあ、下にはこんな感じで、まあ、ウェルカムトゥダズリングホワイトタウンね、こちらのファーストギグ。まあ、これは実質ファーストライブのことですね。はい、ファーストライブの最速先行権が入ってます、ということで。で、こちらですね、8月19日の12時から、まあ、申し込み開始と、横浜公演と札幌公演、がですね、まあ、対象で申し込みが始まって、これ31日が終わるってここに書いたんですけども、これですね、延長されてます。はい。9月の確か、中旬ぐらいまでだったかな、延長されてますので、まあ、詳しくはこれホームページをご覧ください。まあ、もしくはね、テロップに今書いてあるかと思います。はい。まあ、ここに書いてある31日っていうのは、ま、誤りですね。はい。で、あとですね、初回生産特典でメンバーカードも入ってますということで、まあ、このね、まあ、この店舗特典のこのリアちゃんのスタンディーとは別で、まあ、メンバーカードも入ってますということで、はい。でですね、こちらのね、いつもの、こちら CD 帯でございますけれども、真夏の初雪。ということでね。真夏の初雪ってもうやばいですね。夏に雪が降るってもう、ね、南半球じゃないんだからって感じですよね。うん。いや、函館はあれなのかな。真夏にも雪が降っちゃうぐらいの、もう、涼しい場所なのかな。まあ、セイントスノーのね、ファーストシングル、ダズリングホワイトタウンね。で、表はこんな感じで、裏がですね、はい、裏も結構これデザインかっこいいですね。はい。ダズリング
ホワイトタウンとここに書いてありますけども、まあ、こちらにはですね、CD の収録内容が書いてありますね。今回ですね、ドラマパートが3つもあるということでですね、結構てんこ盛りな内容です。で、プラス DVD。まあ、僕はですね、DVD 版今回注文したので、買ったので、アニメーション PV も入ってます。はい。で、ダズリングホワイトタウンがありまして、カップリング曲が2曲。ロンリースノープラネットとアフターザレイン。この文字の仕様がめっちゃかっこいいですよね。はい。こうなんかちょっと洒落たね、アーティストがすごい使ってるような感じのフォントですよね。はい、ではですね、じゃあ早速ね、こちらの、CD の方を開けていきたいと思います。はい、ということで、こんな感じですね。てか黒い、おーすごい。裏こうなってるんだ。すごいですね、これ。こんな仕掛け今までありました?裏にこんなものがあるなんて。すごいですね、これドット絵ですね。かわいい。そう、これもね、PV に登場しますよね。そう、このね、ドット絵めっちゃ可愛いですよね。はい。さて、じゃあ CD の方を開けていきましょう。ほっ。こんな感じ。おー、めっちゃかっこいい。これはあれですね。CD かな。CD ですね。これは CD で、こちらが、おー、すごい。めっちゃおしゃれ。すごい。なんか、ラブライブの CD と思えないぐらいめちゃくちゃおしゃれ。すごい。可愛らしさというよりなんかおしゃれですね、本当に。で、こちらがあれ、DVD ですね。はい。これあれですね、公会堂ですね、函館の。まあ、まだね、こちらに入ることできないですけども。はい。公会堂で、あとこちらですね、まあ、函館の夜景ということでね、まあ、雪も降ってますけども。まあ、この季節とはね、全くもう雰囲気が全然違いますね。はい。冬のね、函館寒いですけどね、本当に素敵な場所なんでね、行きたいですね、またね。で、そしてですね、こちらの中にはね、歌詞と、あとですね、抽選申し込み券がですね、シリアルコードですね、まあもう入っていて、あとですね、メンバーカードも入っているんですけども、はい。こちらがですね、シリアルコードですね。はい。そして、メンバーカードが果たして誰なのか、リアちゃん来てほしい。リアちゃん 50% の確率。ほっ!おー、リアちゃん来た。おー、来ましたね。店舗特典と、こちらのメンバーカード、どっちもリアちゃんが来てくれました。一応ね、僕はね、セイントスノーはね、リアちゃんを推してるっていう身なのでね。いやー、これはいいですよ。そしてですね、こちらには、まあ、歌詞がね、載っているといった。おー、すごい。かっこいいっすね、これもね。うわー、すごい。もうなんか女優さんみたいな感じのかっこよさがありますね。うん、クールな女優さんみたいな感じがします。はい、ということでですね、CD の中身自体は、こんな感じでございます。はい、ということでですね、まあ、今回は、こちらのですね、セイントスノーのファーストシングル、ダズリングホワイトタウンをですね、開封レビューいたしました。まあ、皆さんもね、こちらのね、ダズリングホワイトタウン、まあ、こちらね、映像の方もね、きっとね、いいかと思いますのでね、まあ、僕もね、この後見て、楽しみたいと思います。もしですね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、高評価とですね、あと、チャンネル登録もお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。you